まあ、当社、まあ、アドネットワークの、事業体がメインなんですけど、あのモバイル広告全体としてはまあ、急成長ではなく少しずつ伸びているというような状況なので、まあ、より多くですね、プロダクトを構えることで、まあ、アドネットワークだけではなく、動画とか、まあ、僕ら広告代理店、そしてアフィリエイト、あと DSP ですね、っていう、まあ、いろんな事業体を掛け合わせて持っているので、まあ、いろんな事業体を持つことで、この成長、ネット広告、まあ、モバイルの中でのですね、成長というのは全体として捉えきれるんじゃないかなというふうに思っています。広告の中でもですね、まあ、特に入れている、特に力をですね入れている領域になりますね。動画はまだまだこれから大きくなっていくと思いますし、ネットで動画広告っていうのは本当に YouTube さんぐらいしか大きな成長っていうのはなかったんですけど、まあ、ようやく我々のようなベンチャー企業でも、しっかりですね、ビジネスモデルを作ることによってマーケットを捉えることができる時代が来たのかなというふうに思っています。当社はアプリ、Android とですね iOS のアプリの、まあ、ベンダーさんと当社も提携関係に非常に多くありまして、まあ、そちらの、まあ、メディアさん、アプリベンダーさんにですね、まあ、当社の、MyoSDK という、まあ、動画のですね配信ができるSDK をお渡しして、まあ、それを組み入れていただいて、まあ、視聴に対して、一件いくらというようなそうですね、まあ、アドネットワークですね、動画アドネットワークを展開していると。動画を配信するっていうことっていうのは、まあ、そんなに難易度が低いものではないので、まあ、当社が一元で作らせてもらって、広告主さんも当社でご提案させてもらってご用意させていただいて、メディアさんが使っていただくというモデルで、今国内でですねこの事業体を自社で作っているのは、まあ、当社だけというようなところで、まあ、Android と iOS 上なんですが、まあ、そちらにおいてしっかりやっていくと、まあ、僕らはもうネットワーク、の中でですねお付き合いさせてもらったアプリメディアさんにしっかり、まあ、貢献していこうというところで動画の方も展開していると。で、まあ、僕らまあ、広告がメインなんですけど、まあ、ふるさと納税事業っていうのも3年前から始めさせてもらって、まあ、今特に12月を迎えそうなところで繁忙期なんですけど、やっぱりとても大きなマーケットだなっていうのを肌で感じてますし、まだこれからも大きくなっていくんじゃないかなというふうには思ってますので、まあ、これを経て、まあモバイルではまあ広告なんですけど、まあ、ふるさと納税では地域貢献をまあさせてもらいながらこうビジネスにしていきたいなというふうには思ってます。まあ、僕はまあトップダウンというよりはまあボトムアップでまあ経営していきたいなというふうに思ってるんですね。でやはりまあ最初飛び込むの、起業するのってやっぱなかなか怖かったりとか、僕自身も本当に本当に怖いと思いながらまあ飛び込んでまあ一定の成果が得られて、そして今広告業界においてまあメディアさんとクライアントさん、代理店さんも含め非常に多くの方とお付き合いさせていただいていると。まあ、この中で事業をやるのと何もない中で事業をするのでは、圧倒的に当社の中の方が広告業界において事業を作りやすいと思うので、まあその中でこうどんどん手を挙げていけるような会社にさせていきたいなと思ってます、現場の方からですね。で現在は B2B の広告で、 B2C においてはまだまだふるさと納税の中でですね一プレイヤーとしてやっておりますが、まあこちらも事業基盤を大きくさせて、まあ、B2C 事業をやるんだったら当社の中でやった方が早いよねというような状況下を作って、その後は現場からですねいろんな手が上がるような会社にして、まあ、いろんな人がですね経営層になれるような、そんないろんな事業体がある会社にしたいなとは思っています。